はい、というわけで今回もイブの実況をやっていきたいと思います。今回はね、もう珍しく連撮りしております。もうね、前回が結構気に食わない終わり方だったんで、もう今回もう一切合切やっちゃおうかなって思ってます。セーブはしてるな。で、こっちはあれなんですよ、こっちは割って下からね、ギャリーさんの、まあ多分あれギャリーさん1階だろうな、こっち2階で、で1階からこの赤いガスも漏れてますから。でね、エルテナが実在する人物をモルデに書くにはもう本当にもうモグラのように、諦めたらそこで試合終了だぜ。もうどうしたどうした、もう土がもう10万円と売れたその時代、6212年、もうあれですね、もう普通にもう意味が分からなかったというわけです。まああれを見たことによって何かのね、イベントが起きたのであれば幸運なのですが、何もないようですね。じゃあまあとりあえず一回ギャリーさんにパスしましょうか。こっちも何かないのかなと。ドアノブが異常に冷たい。こっからほんと謎が深まってくるなぁ。なんかあるな。あなたのせいで首がもげちゃった。俺のせいかよ。あ、入れる。あ、こっちあれかよ、バカ野郎かって。ほんとあの赤い玉があれでしょ、あっちにあったでしょ、あの毒ガスの部屋に。どうすっかな、どこ入れる、鍵がかかってるし、こっち行くとやばいっしょ。最短距離で行けるか。いや、待て、一回セーブはしとこう。セーブさん。したかな、さっき。まあいいや。とにかく、最短距離で赤い玉だけを持って、帰ろう。イエス！紫か。赤じゃなかった。よっしゃ！まあ、ギリギリだったな。よし。心配。いける、よし。で、セーブ。でもな、これでもまだ前には進んでないんだよな、結局。こっちは何もないよね。俺潰しちゃったし、痛がってるし。じゃあとりあえずイブちゃんにパス。イブちゃんが何かをここで起こしてくれなければいけないのだが、こっちは何もないよな。マネキンの首が転がっている。ダメだ。いよいよ分からなくなってきた。こっちは水が入っていない。どれ。お前じゃないよ、もう。分からん、もう。絶対見んといかんのかい。くそ、分からんしな。あった、木の鍵使った。なんかあったし、ここ。気づくか、こんなん。終わりーまで。開いたか？ここ違うよな。あれま。偶然の一致。あ、なんか、ギャリーさんのとこに、なんか、あった。なんかあったわ。ほら、これ。あ、なんかある。ほら。来たぜ。書物の持ち出し禁止。了解です。未知に勝る恐怖はなし。色彩の極意。色彩の極意が書かれている。ん？あ！緑。で、あっちにもなんか赤かなんかパープルか知らんけど、パープル取ったよな。悟り。恐怖。一人でいると恐ろしい。二人でいると安心できる。三人でいると。先が破れていて読めない。イブたち大丈夫かしら。まあ二人でいるのだからまだ良かったわ。じゃあこっちに行こうかな。動かせそうだけど動かせないわ。ダメなんか。この世の定理、存在を交換することにより空想が現実になりうる。意味わかんないわ。こっちか。動かせんのか。こっち？これ違うな。またうわっ。何してるの気になる。お前もう可愛くなってきた、俺。こいつがもう愛おしくなってきた。あ！出てる、なんか釣り針が出てる。え？
あ、何かしらこれ、絵から何か出てるわ。もちろん触ってみるしかないでしょう。これって本物かしら。いたー、もう。ギャリーさん、もうしっかりして。ジャグリング。我、誕生いつだ。ああ、そうか、ジャグリング、ああ、しまった。ああ、これ、6000。6223年。確か、多分。いけ。正解だ。ああ、来た、完璧。やった。これだと、いくつだろう。こっちは案の定入れんか。しかしこれ結構前に進んだでございますね。がぜんワクワクしてきた。こっちはで、あと3つってところか。もうじゃあここのやつやってみるか。じゃあもう絶対これ煙で通れんから、いけ。いや、傘か、これ。あ、傘、傘って何。危ない、もう。いつもいやいやそんだから、いけとこうか。やばいな、ほんと。もうちょっと待って、傘を手に入れたからってイブのところになんか傘をなくした乙女みたいなのがあったはずなんだけど、入れんし。あ、この釣り針か。ああ、もうほんとよくできてるこのゲーム。あー、やっぱりある。え、この絵の中に入っちゃった。ほんとわけわかんないことばっかり起きるわね。完璧完璧、ギャリーさん完璧。ほらほら、もう釣り上げてる、釣り上げてる、釣り上げてる。釣り人。ねえ、イブ見て、なんか釣れてる。おかしいだろ、それ。傘が置いてある。持っていく。もちろん。では、ここで変でセーブしておきましょう。で、どうなる？持ってきましたよ。イブ、傘って。刺したー。部屋の中に雨が降ってきた。それだけ？それだけ？それだけなの？ここのなんか変なガスがどうにかなるとかそういうのじゃなくて？じゃあまあとりあえずギャリーのとこバトンタッチしてみましょうかね。ギャリーさんのとこがなんかなってたらいいのだが、これは心配だろ？あ、雨水でなんかなってますね。確かに食らいますけど、で、ここでいけて、で、これで通れるようになるのか。あそこのなんか紐引ける感じ、いけるか。ギャリーさん大丈夫か。1、これ通れる、いける、いける、よっしゃ。え、でもこれ、あ、おお、よかったよかった。あー、よかった。あら、ガス、ガスみたいなの止まったわ。あぶねー、よくできてんな、ほんと。よっしゃ。これで結構前に進んだのではないだろうか。ここはもうないな。じゃあ、とりあえず、セーブしておきましょう。え？なに？あ、え？あ、これなんか、実が鳴った感じ？あ！いける！いけるやん！何かが落ちてる。絵の具玉、桃を手に入れた。なるほど。聞き耳。ここら辺なんかあるんだろう、どうせ。あ、何もないか。あ、ゲルテナ作品集。ゲルテナが描いた絵がアルファベット順に載っている。いい情報載ってないかしら。D のページ。読めねえ。何々の精神。6248年。この絵を境にゲルテナは抽象画を中心に描いていくことが多くなっていった。だがこの頃、世間ではキュビズムが流行しており、ゲルテナが描いた様々な抽象画がほとんど注目されることはなかった。なるほどな。じゃあ T、吊るされた男。6219年、一時期ゲルテナは雑誌の班長の仕事をしており、ページの埋め合わせにこの絵を載せたとされている。毎回挿絵を載せていったところ、これが好評で、後にこの雑誌で使用した絵を、タロットカードにして期間限定で販売したこともあった。現在このタロットカードを入手することはほとんど ほぼ不可能となっている。では最後 M、 メアリー、ゲルテナが手掛けた生涯最後の作品。まるでそこに存在するかのように佇む少女だが、もちろんのこと彼女も実在しない人物である。
メアリー、え、あれのこと。ちょっと待って、もうホラー展開来たなこれ。怖い怖い。紹介文の反対側のページに見覚えのある少女が載っている。なんで、え、嘘でしょこれ。メアリー、聞き耳が動いとる。実在しない、どういうことなの。じゃあそれじゃあ今イブというのはまさか。聞き耳がこれもう動いてた、さっき。うわうわうわ、何。悟り、ちょっとこれやばいな、展開的に。胸熱だな。こっちはまだか、あと2つ。どこにあるって言うんです。ちょっととりあえずセーブしとこうかな。ちょっと怖いぜもうこっから先。どうなってんの。うわこいつ移動してる。さっきいいもの拾ったの、あなたにはあげないよ、私の宝物にするの。どういうこと。頭から何かはみ出してるわ。どうしましょう。まあこれ調べるしかないでしょうね。もちろん一応調べた、調べようかしら。触りたくはないけど。うわー嫌な音、人形の頭から何か落ちた。いやーもうこの色ない、もう赤。いや切れた、開いたな。ちょっとまだ入らない、ちょっとセーブしとこう。ドキ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 、もうそろそろ終わりぐらいかな。ちょクライマックス見せてくれるか。じゃあイブさん、最後の一つがある。白を手に入れた。これで7つ揃ったわ。ドラゴンボール、これ何もないのか。いやなんかな、この奥に、この左の奥に血塗られたこれが置いてあるんだよ。何もない、大丈夫、もうこの部屋何もないな。無音なのが怖い。たー、寛解。もうこれギャリーさんもここで死んだわ。もうこれもうダメだ。扉に文字が出てきた。また宝探ししようよ、誰が鍵を持ってるかな。なんですって。あ、除夜の鐘が鳴ったの。な、何今度は何なの。もうほんとギャリーさんルート過酷すぎるやろ。ちょっとなんかやばそう。鍵はどこ、これか。なんか漏れてるでしょ。なんかおる、出てくる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 。あ、これかよ。大量の髪の毛、バカ。ちょやばいな。あーやばい、ちょっと待って。どこですか、どこですか、どこですか。これです、これです、絶対これです。あ、ギャリーさんも死んだ。これ完璧です、アウトです、もうダメです。強制的に、何これ。もうこれはもう胸熱な展開ですね。というわけで今回はここぐらいにしておきましょう。もう事実俺怖いもん、もうここから先やるの。というわけでね、今回もお疲れ様でした。それでは失礼します。ああ、もう夜は寝れませんね。